吉木翔太の営業で人生が変わる YouTube チャンネル。今日はですね、いつもホワイトボードを置いたりとかグリーンバッグ使ったりとかしてるんですけども、ちょっと気分を変えてこの開放感のあるうちのセミナールームそのまんまでやっていきたいと思います。今日はですね、前回経営理念についてお話したんですけども、このかっこいい大人の7つの心得っていうのができたんですね。これもこんな風にかっこよくして会社にこう飾ってるんですけれども、これをね、一つ一つ簡単にお伝えしたいと思います。これがうちでいうとこのね、行動指針みたいなものですね。かっこ大人の人に求められる生き方、考え方、行動の仕方が載っています。まず1番、本気で挑戦し続けること。まあこれ大事ですね。やっぱり挑戦してる大人ってかっこいいじゃないですか。なんでね、小さい頃とか学生時代あんな挑戦するのに大人になったら挑戦しなくなっちゃうのか。ね、大人こそ挑戦しましょうよ。新しい仕事にチャレンジでもいいし、転職起業でもいいし、なんか趣味にねチャレンジするでもいいですし、僕最近ボクシングまた始めたいとかね、挑戦してます。そしてそのために大事なのが、失敗しても諦めず自分を信じること。これ重要ですね。挑戦すれば必ずついてくるのが失敗です。みんなね、失敗を異常に怖がるんですよ。いいじゃないですか、失敗してもね、骨折したり怪我したりね、もうなんか 大ダメージ受けるのは別ですよ。何十万とかね、損するのはあれですけども、ちょっと人に断られたとか、なんか取り組んだけどうまくいかなかった、そのくらいの失敗に乗り越えていくんです。失敗しないで成功したっていう成功者はいません。トップセールスマンほど一番断られてますね。失敗を恐れずどん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 やっていきましょう。そしてこれ重要です。自分の人生、一生に一回しか自分の人生はないんです。もう前世とかね、来世とか、ちょっとそういうのは置いといてね、その人生楽しみましょうよ。もちろん何やってもいいっていうわけじゃないですけれども、自分の人生ね、自分らしく楽しんでいきましょう。僕も楽しんでますよ。もうこの動画も楽しくてやってますから。そして4番目、家族や仲間を大事にすること。そうそう、僕らやっぱりこう人材教育業なんで、成功するためとか売り上げ上げるためっていう人 いるんですけど、これがやっぱ元なんですよ。自分の家族とかお客様とか仲間友人、これを大切しないで、そういうのを蹴落としてでもね、金を手に入れるんじゃいみたいな考え方はあんまりかっこいいとは思いません。うん、もちろん人それぞれ価値観はあっていいですけども、やっぱり仲間とか家族とかね、大事にしましょうよ。ね、努力、友情、勝利じゃないですかね。ということで5番目、これもかっこいいですね。誰に対しても謙虚な姿勢を持つこと。僕ね、いろんな成功者とか成功者もどきみたいな人ありましたけれども、本物の成功者ほどね、マジで謙虚ですよ。めっちゃ謙虚。もう50代なのに牛木さんって寄ってくれたりとか、もうめちゃくちゃ謙虚ですね。そこそこのやつに限ってやたら横柄だったり、ちょっとね、マウンティングしてみてきてみたりとか、もうそういうの相手にしないことね。僕らも謙虚でいきましょうよ、ね。そして6番目、出会った人に勇気を与えること。かっこいいじゃないですか、ね、くじけてる人、へこんでる人に勇気を与えたりとか、諦めてる人に勇気を与えたりとか、で、丸村さんと会うとなんかいつも元気になるんですよねとかって言われたら、めっちゃかっこよくないですか。そんな大人目指していきましょう。そして最後、その生き様はかっこいいか。はぁ、これですね、我ながらしびれますね。その生き様はかっこいいか、この質問に、うん、今日もお前かっこいい生き様できたかな、うん、まあいいかなって思えるね、生き方をしていきたいですね。やっぱりこう卑怯なことをしたり、ずるいことをしたりとか、なんか裏でね、こそこそしたりとかすると、やっぱり自分の中でね、自分で見えてますからね。 100%365 日、ね、常にかっこよくいようって言ったら難しいですけども、なるべくこの質問にはいと答えるような生き方をしていきたいなと思っています。で、これね、一個一個もうちょっと詳しく話した動画もあるので、下の欄に載せておきますんで、これより詳しく知りたい方は見てみてください。ということで今日は終わりにしたいと思います。これの感想とかね、コメントもお待ちしてますんで、チャンネル登録も嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。